はい、質問ありがとうございます。ここに今あるのは MT パワードラムといって、ジェネラルミディでとっても便利に使えるフリーのソフトです。ここでバーを7小節としておきますね。そしてここでちょっと音を鳴らしてみます。こういうのです。そしてこれを持ってきます。こう引っ張ってきます。このソフトはとっても便利で、7小節とか言って入れれるので、そして今度は1つフィルを入れます。右側は全部フィルです。そしてこうやって、これで8小節のループができました。スタジオ1の場合、このミディの持ち方が DAW の中でも特別な感じで、こちらへパッとドラッグをしたりとか、そういうのはできません。ですからこれをこのように選択をして、そしてイベントメニューから、選択をエクスポートということで、一旦 MIDI に書き出します。デスクトップに MIDI ファイルとして書き出します。はい、このように書き出ししました。そして今度はこれに読み込みをします。今保存したこれが MIDI ファイルです。この MIDI ファイルは Easy Drummer 3のところにこうやってそのままドラッグできます。これキューベスだったら多分 DAW から直接持ってこれると思うんですけれども、ここにもう MIDI が入りましたから、グリッドエディターで見るとこのようになっています。そして、先ほどと同じようにここで再生をしてみます。はい、こうやってやってますので、ここで分かりやすいようにこうしてベロシティ出しておきますね。これにもベロシティはついています。ここにヒューマナイズドをオンにします。よく見ててください。ベロシティ、はい、このようになりますし、そしてここでこの手動のベロシティ、これ今手動でベロシティ上げたり下げたりしてますし、ダイナミクス、これも上げ下げすることによって幅が広がったり縮まったりします。ランダマイズもこのようにできます。そして今度は、今はボリュームに対するいろいろなヒューマナイズドですけれども、リズムの方はこれもできまして、で、まあ、クオンタイズは正確に入っているのでいらないと思いますけれども、まあ、スイングですね、スイングこのようにしてます。で、そしてランダマイズ、はい、こんな感じにできます。そしてもう一回ヒューマナイズド、はい、こういうふうに MIDI はいつでも、もうここに入った時点で全く同じ状態のものですので、他の MIDI グループも同じようにヒューマナイズドをかけることができます。